今週の紙面は、あの茨城の超人気店が放つ二郎系の新店。カツリュウの、柴山と申します。茨城県から参りました。よろしくお願いいたします。今何店舗やられてるんですか？今、我々、系列店合わせて16店舗になります。今年の夏にオープンしましたのが濃厚豚ラーメンカツローっていうブランドになります。名前の通りローってつくので二郎系の意識したものなんですけども、ただカツローっていう名前にした名前っていうのは、カツリュウが二郎系を作ったらこうなるっていうので、カツローっていう名前にしたんですよ。なんで皆様が想像している以上に濃厚だと思います。スープっていうよりソース見てる。豚 100% なんでしたっけ？豚 100% です。豚骨セガラですか？セガラですね。メインはセガラでやってます。セガラがいいのはやっぱ原骨ってどうしてもこう髄液が多いんでしつこくなりすぎるんですよ。なんでセガラをメインにしてるんですけど、それでも相当濃いですよ。あとやっぱり二郎系というと麺かなと思うんですけど、はい、どういう麺になってますか？はい、二郎系なので、オーション主体にしまして、ただオーション単体だけで打つと、どうしてもゴワゴワ感が強くなってしまうので、ちょっと私の好みとしまして少しの強力粉も混ぜて、オーションと強力粉 のブレンドという形で、少しゴワゴワしつつ表面が少し滑らかな感じに仕上げてます。家系でいう逆切りの麺なんですけど、逆切りって言われても多分よくわからない人多いと思うんですけど、それって麺場の話なんですか？パッて言うのはこう麺とこう帯状でビーって出てくるのを縦にこうボン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 裁断していく、薄いものをこう切るんですけど、逆切りって切り刃のこう溝があるんですよ。こう深さを決める溝があるんですけど、はい、その溝に対してその溝の深さよりも深い生地をわざと厚めに入れて、その縦のこの溝に押し込んでいくんだよ。押し込む、ギュッて上に押し込んでいくイメージなんですね。はい、逆切りって。ただこれって切り刃にすごい負荷がかかるんで、製麺屋さんすごい嫌がるんですよ。で、ただそれの特徴って、最大の特徴が圧力かかるんで、こういうギザギザに出るんですよ。こういう逆切りのこういう麺っていうのはスープの海苔もいいですか？すごい乗ってくるんで、やっぱり特徴としてはもう逆切りの麺っていうのは面白さがあります。確かに、なんていうの、極端に言うと同じ麺が一本もないみたいな話ですよね。手揉みされてるみたいな。そうです。本当におっしゃる通りで、綺麗な麺を作るのは本当簡単なんですけど、逆に不揃いの麺っていうのは本当難しいです。あと二郎系といえばやっぱり豚、ポイントかなと思うんですけど、はい、どういう豚になってますか？はい、我々は豚バラの方を使用してまして、豚バラをちょっとホロホロになるまで煮込みまして、それをもう厚切りで本当にこう肉を食うぞという気持ちになれるようなビジュアル の肉に仕上げてますので、届いた時のインパクトも結構あるかと思います。やばい、油をニンニクです。お願いします。豚ラーメンニンニク入りです。なんか味作りで苦労したこととかあります？味作りはそうですね、なんとなく柴山さんってイメージしているものを試作したらなんとなくいきなりパッていけるタイプなんですか、それとも結構試行錯誤するタイプですか？我々は正直これが言葉で合ってるか分かんないんですけども、完全な完成形になってからブランドを立ち上げるっていうよりも、大体こんな感じのイメージだよねっていうのでまずオープンして、オープンしていきながら味をこうどんどん変えていくっていうスタイルなので、結構味は変えていくんですよ。ただそれはもうやっぱりお客様 の感想とか、我々スタッフの試食とかも常に毎日作ってる感じで、どんどんブラッシュアップしていこうっていう形なので、本当にこうオープンした時が最高の一杯ではなく、常にこう進化させていくっていうイメージでやってるので、そこがめちゃめちゃ苦労するっていう感じではない、なるほどなるほど。これから目指してることとかってありますか？そうですね、我々も茨城県内で、集中して店舗を展開しようということで、一応目標としているのは茨城県内で50店舗。茨城だけで？はい、でブランドとしては10ブランドぐらいにしたいなっていうのがあります、ね。
まあ、やっぱり我々その、まあ、のスープ工場とか製麺工場とか店舗も茨城県内に集中してあるんですけども、まあ、やはりこう茨城県内で雇用を生みたいっていうのを、工場に関してはもう私の生まれ故郷に参加者なんですよ。皆さんにこうそんなど田舎、本当に筑波山って山の麓でやってるんですけど、まあ、ど田舎だとなかなかこう人も集まんないでしょうとか雇用難しいでしょうって言われるんですけども、まあ、やっぱりこう生まれ故郷に雇用を生んで少しでも貢献したいなっていうのがあるんで、まあ、茨城県内でやっぱり展開してるとはそういう意味合いが強いです。ありがとうございます。めちゃめちゃ応援してます。ありがとうございます。